こんにちは奥さん。ファーストペンギンね。はい。動画の方を拝見しました。その他にも、ノクさんの動画って結構ね、私見てるんですよ。うん。まあ、ノクさんの動画のファンなのかもしれませんよね。で、あの、この前の話に引き続きになるんですけども、あの、少数派の中でも、たった一部の人しか、まあ、結果的に花開かないっていうことは、まノ、あ、クさんもご存知のことだと思います。少数派だから何でもいいっていうわけでもないんでしょうね。 えことにですね、うん、多数派が、まあ、この世の中を占める中で少数派だから安心しちゃうっていうのも結構危険でですねうんまあ人によってはですね無理やり少数派に入ることによって一種の優越感を感じたいって方もいらっしゃるんですよもちろん少数派だから違うとか少数派だから正しいっていうふうにまああの語れるものでもないと思いますけどもねただ民主主義の原則っていうのは 少数派であろうとも多数派と同じように尊重しようねってのが出発点になっていて時とともにかつての多数派が少数派になり少数派だったものが多数派になるっていうことが起きるのがまあ現実だと思うんですよねこれはだからね民主主義だから起きるんですよ民主主義でない場合少数派は基本的に禁じられてみんなが同じ意見でいることみんなが同じ行動することが求められちゃいますんで だから全体主義であり個人主義ではないっていう風うな考え方になるんですよねかつてこの日本も全体主義でしたそして個人的な思考や行動が尊重される個人主義のまあアメリカを中心とする新しい世界の潮流にですね敗北したということがあったわけですけどもこれね「聞けわたつみの声」というね、えーまあ、戦争の物語を描いた映画や作品でも書かれていますけども 全体主義の日本が個人主義のアメリカに勝てないのはもはや言うまでもないというふうにね綴られた特攻兵士の言葉もありました私もね当時はそうだったんだろうなと思います全体主義というのはそれが機能する時期はあるけども間違い出したら全員で奈落の外へ落ちるってことですから、まあ、生き残る人がいなくなっちゃうってことなんでしょうねうん危ないとこだったのかなと思います でえー、これはですね、まあ、民主主義の矛盾にもなってくるんですけどもじゃあ個人主義これがねまあ多く認知されアメリカやヨーロッパ型もしくは日本型の全体でものを動かすよりも個人が尊重されるべきだよねっていうのが言い過ぎるとどうなるかっていうと、まあ、秩序はなくなくくってくるんですよねだからある一定の線でみんなで守ろうね いう規律とかみんなはこうするはずだよねっていうものが大部分ではやっぱり大事になるのかなぁと思うところなんですよね。うん、まあもっと言えば全体が同じような行動や思考をしてくれるからたまにこうとっぴな行動活動をする人にチャンスが生まれるってこと、まあ、その繰り返しなのかなと思いますね。はいそれでファーストペンギンのね話に戻りますとファーストペンギンっていうのは実はね 最初に飛び込んだペンギンに続いて、他のペンギンがバンバババンと飛び込むってことで、まあ最初のペンギンが尊重されるっていう、まあそういった例に例えられることが多いんですけども、ずいぶん前のことなんですが、私がまだ大学生の頃にね、このファーストペンギンの話を聞いたときに、あ、実はファーストペンギンにもリスクがあるというふうに言われました。というのがね、ファーストペンギンで一番最初に飛び込んだペンギンが、うんまあ死亡するってことがあるんですよね。そうすると、氷山の上から見てた他のペンギンが、 危ねえ危ねえって言ってからね、飛び込むのを躊躇すると、やめるということなんですよ。つまりファーストペンギンっていうのは、チャンスを掴む可能性はまああるけども、やっぱりほとんどの場合で、そのまんま危険に突っ込んで帰ってこないっていうね。だから異形になるケースが多いみたいですよね。これひどい例えになりますけども、地雷が埋めてあると言われる戦場に、足を踏み入れた時に、お前ちょっと歩いてこいようって言われるようなもんなんですよ。 地雷を踏まずににに向こう岸まで行くと真っ先にチャンスにたどり着ける、まあその可能性はあるけれどもでも地雷を踏んでボーンってなる可能性がねそれも同時に抱えてるということらしいんですよね、うん、まあさまざまな例えがあるもんですで体の間に関しましては私はね確信は全然なかったんですよ確信はなかったけどもチャールズ・ホースキンソンさんとお会いしてですねこの人にかけてみよう、うん暗号通貨 体の枝ではなくて、この人との関わりを持ってみようっていうふうなところに資金を投じたってことが多くって、だから儲かるからとかね、将来性があるからっていうのは実はその時はあんまり感じてなくて、もしかしたらこういうふうにして騙されるのかもしれないなというふうな警戒感の方が大きかったですよね。まあ、それから、チャールズ・ホスキンソンさんの、まあ、来日が何回かあって、その度にお会いしたわけではないんですが、 まあやっぱこう人柄っていうんですかね、うん、この人にだったら、うん、まあなんかね、お金預けてもいいかと思ったわけですよね。まあ、つまり、チャールズ・ホスキンソンさんという名前にお金を払った、チャールズ・ホスキンソンさんの来日に感謝でお金を払ったっていう意味の方が強かったんで、当面そんなにね、体の間にね、熱はなかったんですよね。うんまあ、でも逆にです、ね、その当時 まあその後かもしれませんけども、まあノアコインみたいなのが流行った時の、ノアコインを信じてる人の熱意はすごかったですね。私はそのぐらいの気持ちで買ってるかなんて言う買ってないんで、当時。<laughs> まあ今でもね、体の枝、あの、じゃあそうそうたる思いがあるかっていうと、多分当時ノアコインを買った人の思いにはとてもかなわなかったと思います。まあですんで、あの、強い確信があるからうまくいくっていう風な考え方は私じゃなくて、やっぱりこう、同時にですね、 疑いの念があったりとか、まあ別に当たんなくてもいいやぐらいのリラックスした気持ちがあったから私は良かったのかなと。どんなことでもそうですけども、思ったようにならないに違いないというふうなね、気持ちの方が大きいわけなんですよ。うん、まあでもこうして体の間の話がね、ノクさんとできるのは非常に喜ばしいことだなと思いますよね。まさに神サプライズって感じですけども。うんまあ、やっぱりね、すべての現象を どう自分が捉えていけるかっていうところが、うん、チャンスを曇らせない、まあ、秘訣なのかなと思っちゃいますよね。うん、られた,やばい詐欺られたっていうふうにね、うん、なん考えてる人もいるかもしれませんけども、まあ、そもそもそれを選んだのは誰だったのかっていうね、結果判断も必要でしょうね。まあ、あの、ノクさんの話の中で、まあ、結果的に当たったから言えるんでしょうっていうふうにね、 あのご自身で言われたこともあるしきっとそういうふうに考えてらっしゃる方もいるんでしょうねああんか結果的に当たったからなんかいろいろ言ってるよみたいな方もいると思いますまあでも私こう思うんですよあの常に私たちはその結果論で論じているよりも,も結果が出なければその結果が分からなければ挑戦にはならないかなと思うんですよ結果が出てないうち根拠が少ないうちに選択しなければならないっていう時に責められてでその選択 が結果的に合っていればそれはねうんどんな見識を持ってい,いようと後付けだろうとまあ構わないのかなと思いますよねまあでもこうやって結果論を論じてるね私たちでもねうん結果そうではなかったっていう苦い経験をたくさんしているわけですからねだからうまくいった時ぐらいあの結果論語らせてくれよと思っちゃいますけども結果的にはまあ こうなりました。私は最初から分かってました。私はもう過信関心があったんですとか、ね。確信があったんですって、そのぐらい言わせてくださいって話なんですけどもね。うん、まあでも、何があるか分かりませんから、これからも油断できないなと思います。特に、罪はなしても、健康を損なったりとかね、人間関係ができなかったりとか、うんまあ、愛にさまよっていたりとかね、いろいろ人間には、これで全部解決ってことはないですもんね、農夫さんね、うん。はい、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。